ハニースパイスリ・リーは2019年5月に結成した日本の女性アイドルグループである。所属事務所は株式会社プリュ。2012年に結成し、2017年12月31日をもって解散したハニースパイスを前身とし、東京スイートパーティーを経て2019年5月に再結成した。再結成後のグループ名をハニースパイス・リーと表記している。 この記事では、旧体制のハニースパイスについても合わせて記述する。2012年10月4日、ロマンスターズ主催ライブボリューム3にて、ハニースパイスとして、吉澤七海、夏目ゆき、立花あ白石ゆのの4人で結成。所属事務所は、ジオプロモーション。コンセプトとして、世界初のトランス系アイドルグループを名乗り、トランス、ユーロビート、EDM を基調とした。 アップテンポな楽曲を引っ下げて活動していた。2014年9月にメジャーデビューを発表していたが、翌年3月、現状のレベルではメジャーで通用しないことを理由に、メジャーデビューを撤回。2016年9月、株式会社、プリュに所属事務所を移籍。2017年、初期メンバーがいなくなったことを理由に解散し、残る3名で、東京スイートパーティーを結成。 2019年5月21日、トスパリから平野ノ・のノ日向、七子、桜井・マーカの3名に、新たなメンバー4名を加えて、ハニースパイスリとして再始動。プロデューサーにえなぎを起用した。コンセプトは、旧体制と同じく EDM トランス楽曲。2019年7月、ファーストシングル、リニュー、恋のカラフルマジックを発売。 レーベルをエイフォースエンタテインメント販売を特マジャパンコミュニケーションズが行い、待望のメジャーデビューとなった。2020年6月、セカンドシングル、ハニーズ・ハッピーをロックフィールドより発売。現在の所属メンバー過去の所属メンバー解散時点のメンバー解散前に脱退したメンバーラジオテレビウェブテレビ。ありがとうございます。